何度も迷子だけっていう話をね、やってもらったんですけど、うん、ちゃんとコロコロのネタも入れたりなんかして、その菅谷さんがね、ローラースケートであのオーディション前にあの腕をね、怪我して、そのつって、四次審査に行った話とか、そういうの盛り込んだりとか、うん、お客さんが双眼鏡で覗いてる話とか、双眼鏡で、ね、もらったのが、そのネタにやってる正面で、本当に双眼鏡で見てる人がいて、あの他のメンバーの、そのね、キャプテンとかが大爆笑してました。いるじゃねえかって。それは良かったですね。アフタートークでいじりましたけどね、バッチリですよ、見ててくれて助かりましたみたいなことですね。今まで一番最初キュートやって、はい、モーニング娘。やって、ベリーズフォームだったんで、まあ、企画来年あるかどうか知りませんけど、すごい大事になるんじゃないかっていうふうに思ってて、あ、そう、で、BSTBS っていうね、ところが、まあ、イベントの主催なんですけど、はい、そこのトップのね、人に昔、あの、そう、それこそスマイル今一番最初 の, よあの4人の時の、コンサートに関係者席で一緒だったね、はい、そのトップの人と、はい、でじゃあ飯でも行きますかって言われて行って、そこで落語はライドで落語できますかって言われたのが2年前の話なの。2年前、そうで、まあできますよ、こっちはそのそういったシミュレーションしてたから、はい、じゃあメンバーごとに2人ずつできそうな人挙げてくれませんかって言われたの、はい、そう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 、だからあの、まあ、その時だったら中西さんいらっしゃらなかったかな、はい、うん、なので挙げてなかったんですけど、でも今だったら、でも私は江戸落語なんでね、はい、西なんでね、関西の人に教えるってなかなか難しいかなと思ったんですけど、もしそれで私がまた隣弟子で誰かって言われて中西さんの名前を出した場合はどうですか。嫌なら嫌って早く言っときましょう。選びませんから。やりたいです。落語やりたい。知ってますね、これ。なんでそのスプーンのキャンディーって書いてあるの？それ舐めると甘い。